名域鉄道デボ800系電車は、現、名古屋鉄道の前身事業者である名域鉄道が、主に優等列車運用に供する目的で1935年により導入した電車である。同年8月には、名域鉄道と愛知電気鉄道の合併により、現、名古屋鉄道が発足したため、同年4月に落成したデボ800系801から805の5両は、 明機鉄道最後の申請車両となった。また、現、明鉄発足後の同年十二月にはデボ八百六、デボ八百十の5両が落成し、デボ八百型に属する車両は、計10両となった。デボ八百型は、膜板部分を広く取った18メートル級に、扉車体、110キロワット級収電動機、電動化無軸式関節自動加速制御機、自動空気ブレーキなど、 1950年代前半までに、名鉄が導入した、鉄道車両各形式に共通する、基本仕様を確立した、車両形式である。デボ800型より始まったこれらの特徴を備える、大型吊り掛け駆動車各形式は、後に、AL 車と総称されることとなった。現、名鉄発足後に実施された、形式称号改定にてデボ800型はも800。 型と形式称号を改め、後に同型の制御車区2300系及び付随車車2310系の両形式が増備された。これらは後年の各種改造を経て、最終的に制御電動車も800系、制御電動車も830系、制御車区2310系の3形式に再編された。前期3形式は800系と総称され、 も830型は1980年まで、区2310型は1988年まで、も800型は1996年まで、それぞれ運用された。以下、本校においては、条件三形式を総称する場合は、本系列と記述し、また、編成単位の説明に際してはも800系及びも830系の車両番号をもって、編成故障とする。 名古屋電気鉄道の解散に際して、後の犬山線、津島線などに相当する、軍部線と総称される、郊外線部門を継承して発足した旧名古屋鉄道は、他事業者の九州合併や新規路線開業によって、順次路線網を拡大した。その一方で、名古屋市と岐阜市という二つの大都市を直結する、都市間路線を形成することを目論み、既存路線である。 清洲線を延伸する形で、明期間直通路線の建設に着手した。旧、名古屋鉄道は1930年8月のみの電気軌動買収を機に、同年9月に社名を、明期鉄道と解消、1935年4月には、新一宮から新笠松間が開通した。これにより、機械業区間と合わせて、押切町から新岐阜間の明期間直通路線、 名機線が全線開通し、会社発足当時からの悲願を達成した。名機鉄道は、この名機線全線開通に際して、旧名古屋鉄道当時に申請された、デセホ750系、以来6年ぶりとなる、新型車両を導入することとした。発注先である、日本車両製造本店において、1934年9月7日付で、設計図面、 組マイナス5波マイナス2837が作成され、翌1935年4月にデボ800系801から805の5両が落成した。名域線においては全線開通時より特急列車の運行が開始され、デボ800型はこの特急列車運用に供する車両として設計、製造されたものである。名域鉄道における名古屋側の拠点駅は、 柳橋であり、押切町柳橋間は、名古屋市電との共同運行区間で、かつ公道上に線路が付設された、併用軌道区間となっていた。そのため、従来明期鉄道が保有した、鉄道車両は、おおむね15メートル級の中型車体とし、終電装置として、パンタグラフとトロリーポールを併設するなど、併用軌道区間の走行を考慮した設計が、採用された。対して、 デボ800型は、地方鉄道法に準拠した18メートル級の大型車体を採用し、主電動機出力を従来車と比較して4割以上増強。終電装置も落成当初からパンタグラフのみを搭載するなど、平洋軌道区間への入線を考慮しない、明記鉄道発の本格的な高速電車として、設計、製造された。前述でセホ750型との車体寸法の、 比較では、車体長で約 3300mm、車体幅で 300mm それぞれ大型化されている。そのため、デボ800系の導入に際しては、機械業区間の各所にて、軌道中心間隔の拡大及び曲線の緩和など、地上設備の改良工事が施行された。デボ800型が充当された目駅線の特急列車は、 押切町から新岐阜間を35分で結び、当時の東海道本線の普通列車が、名古屋岐阜間に50分を要していたことと比較して、大幅な所要時分短縮を実現した。構え体主要部分を普通構成とした、車体長17,500ミ、mm、リメートル、車体幅2,700ミ、mm、リメートルの半構成車体を備える。大写真皿中心間隔は一万二千ミリメートルと、 し、この数値は、現、名鉄発足後も、保有車両の標準値として、戦後に申請された3800系において、変更されるまで、各形式に踏襲された。屋根部は、幕板上部で屋根と側板が区分される、普通屋根構造を採用する。屋根と側板との境界部には雨どいを設置し、つまめんの雨どいは、つまめん中央部を頂点とする緩い円弧を描く。 曲線形状としている。前後、つまめんとも運転台を備える、両運転台構造を採用。つまめんは緩い丸妻形状とし、つまめん中央部には6 6 0ト、mm、ル幅の貫通扉を備え、その左右に7 5 0ト、mm、ル幅の前面窓を配置する。側面を含むすべての窓は、上下寸法を8 5 9ト、mm、ルで統一し、 下端部を基上面より 1963mm の位置に設けている。そのため、幕板部の上下寸法が 430mm と広く取られていることが特徴である。この設計方針は管轄省庁へ提出した設計認可申請書にて、車内網棚上部の寸法を十分に確保するためと説明され、多少の数値の変動はありつつ、後継の 各形式にも踏襲された。全小灯は白熱灯式のものを屋根部へ前後各一灯、標識灯はつま面向かって、左側の腰板部へ前後各一灯、それぞれ装備する。標識灯は後年つま面向かって、右側の腰板部にも増設されている。また、各つま面下部の大枠部には3枚橋用のアンチクライマーを全幅にわたって装着する。 側面には500ミリメートル幅の乗務員扉、740ミ、mm、リメートル幅の側窓、1210ミ、mm、リメートル幅の片開け客用扉をそれぞれ配置する。従来車の多くが3、扉仕様であったのに対して、デボ800型は2、扉仕様と客用扉が片側1箇所減少したため、多客時対策として、客用扉幅が900ミリメートル程度であった。 従来車と比較して大幅に拡幅されている。客用扉両脇の吹き寄せ柱は 290mm 幅、窓間柱は 80mm 幅であるが、戸袋窓部のみ、窓間柱を 290mm としている。側面窓配置は D2D8D2D 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 である。客用扉は落成当初より自動扉仕様で、東洋電気製造計マイナスに自動開閉機を、 各客用扉に搭載する。また、客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車体裾部まで引き下げられている。前面窓を含むすべての開閉可能窓は、下段の上下寸法を大きく取った上段固定下段上昇式の二段窓構造で、固定窓である戸袋窓も窓さんによってに分割され、他と形状を揃えている。 車体塗装は、旧、名古屋鉄道以来の標準塗装である丸海一色塗装を、踏襲する。屋根部には一旦にパンタグラフを一両あたり一基、搭載するほか、ガーランド型ベンチレーターを一両あたり十基、屋根部左右に五基ずつ二列配置する。車内座席は、客用扉間の開閉可能窓八枚分に、相当する箇所へ左右計十0脚の固定クロスシートを、設け、その他の座席を、 ロングシートとしたセミクロスシート仕様である。運転台は片隅式構造とし、車内からつま面に向かって、左側の各運転台スペースにの見仕切り壁が設置されている。車内照明は白熱等式で直流1 0 0ト電源による4 0トの白熱電球照明を1両あたり20個設置する。その他、落成当初より、 電気式の車内暖房装置を一両あたり六機、座席下へ搭載する。日本車両製造 D16 台車画像は、他社発注車両向けに申請されたもので、本系列の装着する D16 台車とは、固定軸間距離などが異なる。電装品は、旧名古屋鉄道当時より、英国イングリッシュエレクトリック製、または EE 車のライセンシーである東洋電気製造製の機種を、 数多く採用した経緯から、デボ800型もそれを踏襲した。特に、後述する ESK 電動化無軸式、関節自動加速制御機や TDK-528 系主電動機、および日本車両製造製の D 型台車については、その後の名鉄 AL 車における標準機種として、後継形式にも普及した。また、デボ800型は、 将来的な河川電圧 1500V 小圧実施を考慮して、小改造で小圧対応が可能な仕様としている。制御装置は、東洋電気製造 ES-509B 電動化無軸式自動加速制御機を採用、各運転台に搭載された ES-54A 主管制御機によって、立行制御を行う。直列5段。 並列4段の軽球段の抵抗制御のほか、高速運転への対応のため、デセホ750型では準備工事に止められた、弱め開示制御を、明記鉄道の保有車両として、初めて実装した。主電動機は、東洋電気製造 TDK-528、5回直流直巻電動機を1両あたり4機、歯車比3.21にて搭載する。 TDK-528-5F は、端子電圧6 0 0ト環境下においては、1時間定格出力9 3 2 5ット、同定格回転数 950RPM と、標準的な特性に止まるものの、端子電圧7 5 0ト環境に換算すると、特性は1時間定格出力1 1 2 5ット、同定格回転数 1188RPM と、 なり、1930年代当時に設計、製造された、主電動機としては、異例の高速回転型主電動機であった。駆動方式は釣り掛け式である。台車は、蛍光組み立て型の釣り合い量式台車である、日本車両製造 D16 を装着する。固定軸間距離は 2200mm、車輪径は 910mm で、軸受けは、平軸受け仕様である。 制動装置は従来の標準仕様であった SME3 貫式非常直通ブレーキに代わってより保安度の高い制御管式自動空気ブレーキを採用する。制動弁は芝浦製作所製の J3 導弁を採用、J3 導弁を設計した米国ゼネラルエレクトリックにおける故障基準に倣って AVR 自動空気ブレーキと故障された。終電装置は 東洋電気製造 C-5、営業系パンタグラフを、連結機は、柴田式下作用型の並形自動連結機を、採用する。その他、低圧電源供給用の直流電動発電機、及び制動装置などの動作に用いる、空気圧供給用の電動空気圧縮機を、それぞれ1両あたり1機搭載する。特急に充当されたデボ系導入後は、 主に名記線における特急、急行列車運用へ充当された。前日の通り、デボ800型は名古屋側の拠点駅である柳橋への入線が不可能であったことから、名記線の特急、急行列車は全列車とも押切町を発着駅として柳橋を発着する列車と押切場にて接続する運行ダイヤが設定された。また、 デボ800系の収益までに、軌道改良及び、車両限界拡大工事が間に合わなかった区間については、当該区間は、運転速度を時速時速 16km 以下に、制限して走行する旨申請を行い、特認を受けた。この助行運転は1935年5月までの限定措置で、改良工事完成に伴って、制限は撤廃されている。 明記鉄道は1935年8月1日付で愛知電気鉄道と台頭合併し、現名古屋鉄道が発足した。合併後、明記線を含む明記鉄道由来の各路線は西武線と総称された。同年12月には現明鉄発足後発の新車としてデボ806デボ810の5両が日本車両製造本店にて落成。 同五両の増備に伴って、デボ800型は、犬山線の急行列車運用にも充当された。デボ800型によって運用された名機線、犬山線の優等列車は、好評を博し、単行運転を想定して、両運転台構造かつ、全車電動車として落成したデボ800系であったが、実際には二両編成以上での運行が状態化した。そのため、 西武線向けの流線系電車として導入が、計画された850系、生図の申請に際しては、デボ800型を電装解除して、電装品を転用する方針が策定された。1936年12月にデボ8 0にデボ803の2両が、電装解除、制御車化改造を受け、区2250系五2 5 1 2 2 5 2と、形式。 記号番号を改めた。また、1937年2月には、当初より制御者として設計された区2300系2301.2302が、日本車両製造本店にて申請された。区2300系の基本設計はデボ800型を、踏襲したが、変運転台構造である点が異なり、側面窓配置は D、D2D8D3 と設計変更された。 型運転台構造化に伴って、車両定員は125人に増加した。台車はデボ八800型と同様に日本車両製造 D16 を装着、また空2300型は制御車ながら、運転台側の屋根上へ、東洋電気製造 PT-7、両系パンタグラフを搭載した。百四十一年に実施された、名鉄保有車両の形式称号改定にて、 デボ800型はも800型と形式を改めた。形式改定と同時に、前述した制御車化改造によって生じた空板を解消する目的で、デボ804デボ805がも802も803と、デボ809デボ810がも804も805と、それぞれ改版された。改定に先立つ1938年10月には、 中間付随車差2 3 1 0系2 3 1 1から2315の5両が同じく日本車両製造本店にて申請された。落成当初より将来的な制御車化改造を意図して基本設計は空2300型を踏襲したが車内座席がオールロングシート仕様に変更されて車両定員が140人に増加したほか 台車が心ざらか重上限を1トン減じた日本車両製造 D15 に変更され屋根状のパンタグラフは省略され通風機がガーランド型ベンチレーターの一列配置に改められた点が異なる側面窓配置は D2D8D3 で空2300型と同一であり乗務員扉を備える側のつま面や昆布には 全消灯の取付ステーが装着された状態で落成した。その後、西武線の輸送力増強に伴う長編成運転を目的として、1941年7月12日付設計変更認可にても、800系及び、国1250系、国1300系全車を対象に、常用制動装置を従来の J3 同弁を用いる制御鑑式、自動空気ブレーキから、 ウェスティングハウスエレクトリック社の原設計に基づく三菱電機製の M3 同弁を用いた元空気ダメ鑑式自動空気ブレーキに改造した。m 800型に採用された制動装置は AM、9250KA、9300型に採用された制動装置は ACM とそれぞれ故障された。なお、s 2 3 1 0型は 改造対象から除外されたため、以降も800型との編成の蘇生が不可能となり、沿線に軍事工場が多く存在したため太平洋戦争の本格化に伴って輸送力増強の必要性に迫られていた鏡ヶ原戦へ転属った形式の付随者として運用された。翌百四十二年に従来セミクロスシート仕様であったも 800K、9250K、 国千三百型について、車内座席のロングシート化改造を施行し、また、同時期には、西部線における電動車不足の解消を目的として、国千二百五十系及び、国千三百系の電動車化改造が施行された。なお、国千三百系の電動車化改造については、当初850系の制御車、国千三百五十型を、電動車へ改造する計画であったところ、 区2350系の流線系の全面形状が連結運転に不向きであることなどを理由にシュート計画が変更され区2350系の電動車加改造用に調達した電装品を区2300型へ転用したものとされる。電動車加改造後区2250系2251.2252 は再びも800型へ編入されても809も810と、形式、記号番号を改め、区2300系2301.2302、和も830型と新規形式に区分され、記号番号和も831も832と、改められた。新規形式区分が820番台を飛ばして830番台とされたのは、当時計画が具体化しつつあった。 西部戦艦戦区間の河川電圧1500、ボルト昇圧工事に関連して、モ820系の導入が計画されていたためとされる。また、同時期には従来マルーン一色塗装であった、車体塗装について、順次、ダークグリーン一色塗装への変更が、本系列前車を対象に実施された。モ800型、モ830型は、 太平洋戦争中における戦災による被災を免れたものの、前期した事情から度重なる空襲被害を受けた、各みが原線にて運用された差2 3 1 0系の、うち差2 3 1 4差2 3 1 5の2両が、空襲により、車体を全焼、終戦後間もなく、応急的に修復されて、運用に復帰した。前述の通り、 西武線は従来柳橋を拠点駅としたが、これを神宮前を拠点駅とする愛知電気鉄道由来の東武線と接続する東西連絡線建設計画が現名鉄発足当時より存在した。計画は西武線の美和島橋付近より分岐して国鉄名古屋駅の地下に新ターミナル駅を設置、新名古屋以南は東海道本線に沿って線路を敷設して、 東武線の神宮前に至る延長 9.1km の路線を新規に建設するものであった。このうち、美和島橋から新名古屋間 3.3km を第一機構軸間として1937年7月に着工、1941年8月12日に美和島橋東美和島信号所マイナス新名古屋間の通称笹島線が開通した。 これにより、本系列はターミナル駅へ直接入線することが可能となった。残る新名古屋神宮前間 5.8km の第2機構軸間は1942年8月に着工、1944年9月1日に開通し、東西両路線が接続された。ただし、懸案であった西部線の電圧を従来の直流6 0 0から、 東部戦艦戦区間と同一の直流 1500V に昇圧する工事は太平洋戦争激化による資材不足のため完成の見通しが立たなかった。そのため、開通当初の運行系統は金山橋を境界駅として東西に2分され、第2機工事区間のうち西部線側の新名古屋金山橋間については折り返し運転による連絡輸送が行われた。 本系列は前述の通り、設計段階より、河川電圧 1500V 小圧を考慮していた。ことから、西武線の小圧工事完成に先立つ1943年より、小圧対応改造が開始され、うちも809も810の2両が、同年4月に、東武線へ転属し、運用を開始した。 終戦後の1948年1月には、も801も802が、前期2両と入れ替わる形で、東部線へ転属し運用された。西部線の幹線区間の河川電圧昇圧工事は、太平洋戦争終戦後の1948年5月12日に、完成した。同年5月16日より金山橋を境界駅と、する運行系統分断が解消。 名機線と東武線の幹線路線である豊橋線は運行系統が一本化されて名古屋本線となり豊橋から新名古屋から新岐阜間の東西直通運転が開始された。本系列前車も昇圧当日までに昇圧対応工事を施行し直通運用に充当された。ただしこの昇圧工事は極めて準備期間の短い特管工事であったことから当初は 車両故障や地上設備の故障などトラブルが続出した。本系列においても、モ801が、発っ駅にて、昇圧対応工事を施行した、電動空気圧縮機の故障に禁する、車両火災を起こし、車体を全焼した。モ801は、同年内に焼損した、構え体を再利用して、応急的に修復され、後に、鳴海工場にて、外販の張り替えなど、 本格的な修復工事が施行された。サ2 3 1 0型については、戦中より、戦闘車加改造が計画されていたが、資材不足のため施行は、戦後にずれ込み、1946年12月にサ2 3 1 2サ2 3 1 3の2両が、運転機器を装備して制御車、区2310系2312.2313、となった。 同時に制動装置をも800型、も830型と、同じく三菱電機製の M3 同弁を用いた、悪夢元空気ダめ鑑式自動空気ブレーキに改造、再びも800型、も830型との編成が可能となった。残る s 2 3 1 1 s 2 3 1 4 s 2 3 1 5についても、1948年初頭までに、 全車戦闘車が及び制動装置の改造が施行されて、区2310型へ編入された。この際、戦災復旧車である区2314区2315については、歪みが生じた大枠の修復、外反の張り替えなど、本格的な修復工事が同時に施行された。片運転台構造のも830系831.83には、 電動車化当初より、電動車化改造と、同時期に申請された区2180系2181.2182と、車両番号末尾を同番号で揃えた、固定編成を蘇生した一方で、両運転台構造のも800型は、編成を蘇生する制御車が固定されていなかったが、区2310系の進行に伴っても801。 タイも8 0 5千2 3 1 1区2315と、車両番号末尾を同番号で揃えた固定編成を蘇生した。また、も806タイも808は1953年以降、区2650系2653から2655とそれぞれ固定編成を蘇生した。このうち、も八百七も八百八は百五十二年から、 空2650型と固定編成化されるまでの期間850系の3両編成化に際して中間車代用となり両側つま面にホロ枠及び貫通ホロを新設して貫通編成を蘇生した残るも809も810についてはも809の新岐阜よりつま面、も810の豊橋よりつま面にホロ枠及び貫通ホロを新設し 同両両による二両編成を蘇生した。も809も810は2両編成として、他の AL 社と共通運用されたほか、編成を解いて、荷物電車運用や、増欠運用、さらには、工場入り出場車両の牽引用途にも供されるなど、工述する、カッター運転台化改造の対象からも除外され、両運転台構造の特性を生かして、機動的に運用された。 このように制御者格形式との事実上の固定編成化が進められたことにより、両運転台仕様であるも800系の連結面側運転台は不要となったため、も801対も808の8両を対象に1957年から1959年にかけて新岐阜寄りの運転台を撤去する型運転台化改造が施行された。最初に施行されたも8 0には、 運転関連機器のみを撤去して運転室は損置されたが、ついで施行されたも801も803も808は、運転室を完全撤去して客室化し、側面窓配置は D2D8D3 と変化した。この結果、も801も803も808についてはも830型との実質的な差異が消滅した。また、蒸気変運転台化改造と、 並行して、本系列前者を対象に、車内天井部内張りの金属化、制御装置の換装、主電動機の更新修繕などが施行された。主電動機は更新修繕に際して TDK-528、15KM と型番が変更となり、また制御装置の換装はも 800K、803も830、K832 の2両を除く前者を対象に、実施され、 従来の ES-509 改めから、名鉄 AL 社の標準機種である東洋、電気製造 ES-568、A 電動化無軸式自動加速制御装置に、換装された。ついで、1961年から1963年に、かけて、全社を対象とする、車内放送装置の新設、固定連結面間の棒連結機化のほか、 客用扉下部の内蔵ステップ撤去、客用扉の構成扉か、前面窓枠のアルミッしか、戸袋窓のエッジゴム固定指示化など、各種近代化改造が順次施行された。ただし、これらの改造は、予算の都合などから、全社統一した内容で施行されたものではないため、各社の使用の際は多岐にわたった。また、 も8 0 0系8 0にも8 3 0系831の2両については、高運転台化改造が施行され、同改造を施行された他の AL 車と、同じく前面のウィンドウシルヘッダーが埋め込まれて、小型化された前面窓と共に外観に変化が生じた。も831は、同時に、側窓枠のアルミ摂取化も施行された。その後、 も830型は1965年12月に空運2180型との編成を解き、850系の3両編成下に際して編成中間に組み込まれた。中間車代用となったも831も832は、運転台、側つま面の連結機を棒連結機へ交換し、前面に、ホロワ及び貫通ホロを新設、貫通編成を蘇生した。 1969年7月に850系は、再び2両編成化され、編成から外れたも831も832は新たに92500系2501.2502と編成を蘇生した7300系電車。本系列をはじめとする AL 車の車体更新車として1971年に導入された。一区どもの改造を経て、 長らく第一線で運用された本系列であるが、7000系、パノラマカーなど新型車両の導入に伴って、1969年5月にも、800系803.806807及び、区2310系2315の、計4両が運用を離脱した。このため、編成相手を失ったも805特2313は、同2両で新たに編成を蘇生し、 松尾道番号同士を基本としたも800系、国2 3 1 0系の固定編成に初の例外が生じた。国2 3 1 5は1969年7月2日付で除籍され、同年8月に福井鉄道へ対応された後正式上とされた。また、も803は1969年10月28日付で除籍となり、こちらは、 投資は府中工場へ売却された。も806も807については長期関係者となった後、1971年8月2日付で除籍され、主要機器を7300系申請に際して供出し、車体は解体処分された。本系列を含むエール車各形式を種車とする7300系への車体更新はその後も継続する。 計画であったが、1970年代の高度、経済成長期における輸送量増加は年々激しさを増し、同数代替となる、車体更新車の増備よりも、車両数が順増となる申請車の増備が求められた。ことから、7300系の導入は1971年度のみで、打ち切られた。さらに1973年の第一次、オイルショックによって、 従来自家用車を利用した通勤客の公共交通機関への移転が進み、朝夕ラッシュ時における混雑率の悪化は限界に達した。名鉄は輸送事情改善のため戦後の大手手鉄事業者としては異例となる他社からの上渡車両導入に踏み切るという非常手段を選択せざるを得ない状況となり、従来車の代替を実施する余裕はなくなったため、 本系列のトータも一時中断された。トータ計画中断を受け、残存した車両を対象に、全面貫通扉及び客用扉の構成扉か、戸袋窓のエッジゴム固定指示かなど、各部の近代化改造が1974年から1976年にかけて順次施行された。ただし、これらは全車統一した内容では施行されず、例えばもは、 全面貫通扉が木製のまま存置され、国2 3 1 1は後年まで木製扉と構成扉が混在した状態にて運用された。その他、全車を対象にワイパーの自動動作か、全消灯のシールドビームか、車内照明の蛍光灯かが順次施行された。また、も809も810の2両は1975年4月に、 名鉄式自動解決装置の現車試験者となった。M 式自動解決装置は、列車の連結及び解放を、運転台に搭載されたスイッチによる遠隔操作によって自動的に行う装置であり、試験共用に際してはも809の新岐阜よりとも810の豊橋よりの各連結機を、電気連結機を装備した密着自動連結機へ交換し、専用の道時が新設された。 同年9月の試験終了後も、密着自動連結機と、同時はそのままとされ、同二両の特徴となった。名鉄においては、1960年代以降に、従来車の内ロングシート車を対象に、座席のセミクロスシート化を順次施行したが、本系列は試行対象から除外され、ロングシート仕様のまま損置された。そのため、本系列の車体塗装は長らく、 ロングシート車用の塗装であるダークグリーン一色塗装とされていたが、1975年の3880系の導入を契機として、名鉄の保有車両における統一標準塗装がスカーレット一色塗装と定められたため、本系列も順次塗装変更が実施された。その他、1980年3月から翌1981年9月にかけて、

関節非自動制御の車体更新車である3700系、3730系へ転用され、同系列が装着した主車由来の雑多な台車のトータに用いられた。もう3500型から編入されたも800系、812,981年8月に3880系の代替進行に伴う3両編成運用に、共する車両の補充、及び、 関山路線区における炭鉱運用に供する車両の増備を目的として、もう3500系3502.35033505の3両が両運転台化改造を施行し、同時に9番順にも812も814と記号番号を改めても800型へ編入された。さらに、同年9月には、もう800系の型運転台化改造車で唯一、 連結面側の旧運転室を損置していたも8 0 2が再度両運転台化されも8 1 1と記号番号を改めたも8 1 1の既存運転台は過去に高運転台化改造を施行されていたため両運転台化改造に際しては復活する岐阜より運転台についても高運転台化改造が合わせて施行されたこの結果 従来より両運転台構造であったも809も810と合わせても800系の両運転台車は計6両に増加した。また前述の通り、両運転台化改造車は記号番号が既存車両の続番とされ、さらに業式編入によっても800系の両数が増加したため、当時発行された雑誌、鉄道ジャーナルの読者投稿記事にてもう800型に、 造備車が登場として取り上げられるなど話題となった。なお、もう812も814はもう3500、系統時に客用扉間の座席を転換クロスシートに乾燥されたセミクロスシート車であり、また、側窓構造が一段上昇式であるなど、各部の仕様が元来のも800型とは異なる。 その他、も811を含む4両の両運転台改造車は改造に際して車内天井部に扇風機が新設された6500系電車輸送力増強及び本系列をはじめとする AL 車の代替目的で1984年より導入された1970年代後半には全車とも経年が40年を超過し 各部の老朽化が進行したことから、6000系の増備によって、本系列の大替が1979年より再開され、同年11月30日付でも808も832が除籍された。翌1980年3月1日付でも831が除籍され、も830型は形式消滅した。さらに、 上記も802の両運転代化改造によって、編成相手を失った区2312が1981年9月7日付で、805編成が1983年3月4日付で、それぞれ除籍された。805編成の除籍以降は一旦大体が中断されたものの、1987年3月の国鉄分割民営化で発足した。 東海旅客鉄道への対抗策として1987年から1989年にかけて実施された6500系、6800系など新型車両の大量導入に伴って804編成が1988年3月18日付で801編成が同年3月31日付で相次いで除籍された。この結果、 約2310型は形式消滅となり、またも800系の型運転台車も全廃となった。一方、も809体も814の両運転台車6両については単行運用や増結運用に徴用されていたが、こちらも1989年7月28日付でも 809? も810も813も814の4両が一挙に除籍され、 以降、本系列は、胴体保存的にも811及びも812の2両が残存するのみとなった。なお、当初は、原型車であるも809.810を残す、計画で1988年12月に全般検査を行ったが、扇風機の有無の問題で急遽、振り返った経緯がある。も811も812は主に、広見線など、 犬山地区の四川区にて運用され、胴体保存車両として位置付けられた3400系、流線や7300系との並結運用も存在した。その後、相次ぐ新型車両の増備に伴って、1996年3月20日限りでも812が運用を離脱した。も百十一についても、同年四月七日に行われたさよなら運転を最後に、 運用を離脱、も811は、同年4月11日付で除籍となり、明記鉄道でも800型として導入された、車両群は全廃された。一方、も812は、運用離脱後に、新川工場へ改装された。これは当時新川工場の各種業務を受け負った、名鉄重商工業によっても812を、事業用車として運用する計画があったためとされる。 しかし、も812も、翌1997年5月6日付で除籍、解体処分され、本系列は全廃となった。また、も811も812の退役によって、名鉄の河川電圧 1500V 路線区より、比例防車が消滅した。も 800K805 区 2310K2313、他社への上都車両は、 試験用車両としての用途を前提に、東芝府中工場へ売却されたも8 0 0系8 0 3と、福井鉄道へ太陽の後上とされた区2310、計2315の2両のみである。区2315は、太陽に際して、福井鉄道の使用条件に合わせて、河川電圧 600V 太陽化改造に加えて、制御方式の間接非自動制御化、 客用扉の手動扉化が施行されたほか、台車を D15 から従来車の廃車発生品である東洋車両 BET- に釣り合い量式台車に換装し、1969年8月6日付で福井鉄道に入線した。対応後は南越線へ配属され、主に脱客時の増結用車両として運用された。当初は空運 2310K2315 の 原形式、原番号のまま運用され、翌1970年6月の正式譲渡に、再して区ハ 110K111 の形式、記号番号が付与された。しかし、区ハ111は前日の通り差2315で、あった当時に、繊細にて車体を焼損した、繊細復旧車であり、老朽化の進行が著しかったことから1975年11月に、 廃車となった。その他、805編成、及びなき鉄道でも800型を出自とする車両では、最後まで残存したも811の計算量が、廃車後いずれも、生体保存された。805編成は、現用当時、豊田線の開通に先立つ1979年6月に、信号や自動列車停止装置など、保安装置の動作試験を行う。 試運転列車に充当された。その縁から、805編成は、廃車後、トヨタ線を、初めて走行した車両として、地元の豊田市へ2両とも寄贈され、倉賀池公園にて2両編成を蘇生した状態で、生体保存された。車体塗装や、車内の使用は、おおむね廃車当時のままとされ、2012年10月現在も、現存する。一方、 も811は1996年に廃車となった後、製造元である日本車両製造へ譲渡され、同年の日本車両製造創業100周年を記念して、同社と川製作所の構内に開設されたメモリアル車両広場にて、生体保存された。保存に際しては、各部の使用も800系の、創年期に相当する1960年代頃の、 状態に復元する修復工事が実施された。外観は、車体塗装をダークグリーン一色塗装とし、全消灯を原型の白熱灯仕様に復元、また高運転台化改造が施されていた、運転台を両側とも原型に復元した。車内では、天井扇風機を撤去して、照明機器を白熱灯照明に復元し、座席モケットを青色系のものへ交換するなど、 各部に手を加えられた。ただし、車両番号表記は1960年代当時に付与された802ではなく、廃車当時の811のままとされている。なお、もう811は2009年度に経済産業省認定の近代化産業遺産に認定された。名鉄区2300軽電車に関するカテゴリ鉄2310軽電車に関するカテゴリー、 福井鉄道区派110系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。